やっぱ新井君はすごいですよ、本当にね。新井君はもうね、肩は負けます。バッティングは全然負けます。パ・リーグの先発マスクをかぶったのはファイターズドラフト2位の新井。新井が初回、ライバル高木も脱帽の強肩をいきなり披露すれば、5回、同じくファイターズのドラフト1位、今日パ・リーグの4番に座った中村が、センターオーバーの鮮やかなスリーベースヒットを打ってチャンスを作ります。ここでこの回から新井に代わって登場、ライオンズのドラフト1位、高木大成が、この試合初めて打席に入りました。左中間へぐーんと伸びた打球は、センタージャイアンツ清水のファインプレーでアウトになりますが、きっちりランナーを返した高木。続く打席ではセンター返しでヒットを稼ぎ、その打撃センスをアピールしました。ゲームは5対2とパ・リーグのリードで9回を迎えますが、巨人のドラフト2位西が4打席目で待望の初ヒットを放ち、ワンアウト満塁と大きくチャンスを広げます。ここで打席に立つのは今日セ・リーグの4番に座るスワローズの勝則。高木、新井と同じ6大学出身キャッチャーとして負けちゃいられない勝則でしたが、結果は最悪のダブルプレーでゲームセット。勝則今日はノーヒットに終わっています。